臨済え <coughs> それでは読んでまいりましょう <coughs> 大徳時効惜しむべしただ傍家母子に善を学し道を学し名を認め苦を認め 仏を求め、僧を求め、全知識を求めて委託せんと欲す。謝ることなかれ、道る、何時ただ一個の父母あり、さらに何者か求め何時自ら返唱し見よ。個人疑惑、縁にあだった、 神戸を失脚す、愚心やむところすなわち無事と、大徳しばらく平常ならんことを要す、模様をなすことなかれ、一般の功を知らざる、徳ぬあって、すなわち神を見、鬼を見、東を指し、西を隠し、 性を好み、飴を好む、核のごときの類、ことごとくすべからく左右を致して、遠老の前に向かって熱鉄岩を飲むこと、非あるべし、公認家の男女、この一般の役の生味の諸弱を、 こうむって、すなわち、ねっかいす。かつるせ反戦を求められること、ひあらん。ひあり。ですね。で、イリア先生の訳を読みましょう。<coughs> 44ページ。諸君、時の立つのは惜しい。それなのに、君たちは脇道にそれて、せかせかと、 それ善だ、それ仏道だと、記号や言葉を目当てに,目当てにして、目当てにし、仏を求め、素師を求め、いわゆる全知識を求めて、憶測を加えようとする。間違ってはいけないぞ。諸君、君たちにはちゃんと一人の主人公がある。 この上何を求めようというのだ。自らの光を外へ照らし向けてみよう。個人はここを、えんにゃだったは自分の頭を失って探し回ったが、探す心が止まったら無事安泰と言っている。諸君、まあ当たり前でやっていくことだ。あれこれと格好をつけてはならん。世間には ものけの,のけじめもつかぬ悪僧の手合いがいて何かといえば神がかりをやらかし右へ左へとくるくる向きを変えやあいい日和だやあいいおしめりだとたくを並べるこんなやからはみんな閻魔王の前で焼けた鉄岩を 飲んで借りを返される日が来るだろう。ところが、ちゃんとした生まれのはずの修行者たちが、こんなコリ、キツネ、タヌキの手合いに化かされて、早速、うろんなことをやらかす。愚か者め、円満王に飯代を請求される日がくっきっと来るぞ。 というふうふに訳しててくれてますね、まあ、入谷先生はこういうあの原文を,を通してその東大の方言そして、えー、北の地方の方言など、えー、まあそういう権威者でありましたですね。だから全て祖師方の、えー、前後録をおその当時は、まあ、今から50年40年ほど前の。 柳田聖山先生も、宮入谷先生のお一つ目を通してもらって、よしと言われたらだいたい出版されたようです。でそれまでの、えーまあ、昭和初期の組織、えー、型の、えーもちろん、もちろん臨材録もあります。間違いじゃないですね。えー、ただ、まあ、学者として入谷先生は、その当時のおそういう 解釈を日本語的にされて、えー、どうも学者の立場からはいくらどこどこの館長さんとかどこどこの偉いそういう老子がですね臨在録を出したといってもですねそれには学者の立場で言えば間違いも多いということで、まあ、臨在録が改めてこの 岩波から出たんですね別にあの昔が間違ってた悪いというわけじゃないで人はあのいつの時代でもあの私は、まあ、春が来れば花が咲きあったかいですねとてもいい季節を迎えましたでその表現があのいつの時代でも同じだと思いますただ私は大阪弁で喋っているそれが後世の人がもしもですね えー、そういう記録があったとしたら、うん、その解釈が間違っていた具合のものでしょう、うん、まあ喉が渇いたら水を飲んだらうまいという感じですねで疲れたら休む、うん、それはもう永遠のそういう事柄ですから、うん、そこそれさえ、うん、知っておればどんな文章に出会っても、うん、自分が判断できる私がいつも言っているようにプライマリーポイント そういう視点というものがしっかりとですね人間の人間性というもの物心というものあれ徳でも人でも真心でも何でもいいです、えー、そういうところをきちっと踏まえておって、えー、いろんなあこう出会いがある人との出会いあるいはそういう問題を起こすその時に、えー、自分の判断があその人間性豊かなあこいつというところを 原点に持っていけばうん、それはきちっと、うん、自分なりの生き方があ、不自然不死薬のところを、うん、貫いていけると私は信じておりますうん、だから右に左にですね振り回されることはないという風うに、うん、私もそういう気持ちを持ってきておりますね戻って読んでいきましょう、えー、上の、えー、文章はですね漢字の白文です それで、返り点がついてある。もともと返り点なんかはない。日本人が、こう、帰り点をつけてですね、読みやすいようにしてくれているだけであって、原文を読むと、まるで白文で何もない。返り点があると、ちょっと、ホッとする時もあります。どこで区切っていいか、わからないことがありますね。だけど、下に、下に、ヘイリア先生が読み下してくれてますので、 もうそれを頼りに、もう一度読み直していきたいと思います。大徳、皆さんですね、同。まあ、ここにも大徳寺というのはありますね。皆、徳というのは、先ほど仁と言いましたね、えー。仁徳のある方、仁徳天皇陵。とね、仁徳。仁も徳も。私はどういう、同じ、あの。そういう立場と思います。マカハンニラ。で、でしょう。大いなる。 素晴らしい知恵を持っている私たちは。それは生まれつき持っている。学歴が高いから、徳は高いというのはない。皆、えー、今、チュンチュンと説明を、声が聞こえた、えー。それが大徳ですね。大いなる藩音、腹密です、えー。知恵が、あそこに、えーこの、そのまま、えー、鏡のように映し取っていく。 うん、まあそういう素晴らしい,いものを持っている方に大徳とかですねあるいは修行者よ、ね、道を求める者よと道ルという表現をしますんまあいいでしょう皆さん自己惜しむしねえ庄、ー、時代無常人速行員やのごとし時事に努めて払拭せよと行員煩悩妄想ですね ああでもない、こうでもないと言ってですね、えー、時を惜し,んで惜しみなさいと、えー、あっという間に歳月は人を待たずですよと。まあこれは昔でもだどんな表現でもありますね。えー、time and tide, wait for no man て,て中学1年の時にならたやつが今でもパッと出てきますね。<laughs> えー、時間も潮の満ち引きもね、ね、えー、人を待っていないと。えー、そういう 時効を進むべし庄治時代無常迅速先住の私の父親がですね私が入門して毎朝一緒について聴歌をしてくれましたその時に抱き切れを求めてそれに書いてくれたのが柱にある庄治時代無常迅速婚姻屋のごしですねそういうい あの、父親が私のために、激励のために、て、えー、まあ、丁寧に、解消体というか、霊所体みたいな形で書いてくれたんですね。それを私は2年間、毎朝、6時に、まあ、近所に迷惑やったと思いますが、コン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 叩いて、そうすると親父が起き,起きてくる。で、私は待っている、水をかえて、そして、えー、お経の練習というか、お経を読む感じですね。えー、今も、えー この大橋くんは、うん、多分慣れてきたと思います。五体、花祭りも終わって、で、4月20日、多分、延幅時、関心があれば4月20日だと思います。今年のバースデーです。74歳。<laughs> あれですが、これはあの、万人孔、10月20日と4月20日やってると思います。今年も。で、彼は一生懸命も、はは言いながらですね、お膳を、あの、あのいろんな方々に、 えー、きちっと正座して渡してですねそれがまあ足が痛い、ね、父親のあの運水日記というか父親の、えー、運水時代の日記が残って父親はめに書くんですね、えー、字も上手でした私は映画源な字で,でまあ,あの彼はやっぱり理屈っぽいかったですねこれは全の生き方かあいう感じでですね大禅運びですよほんであの時には酒もつけます あのいかがまあそうしてですね一平円福寺万人口、えー、みんな掲いはだきたいと言ってですねまあ1,000円2,000円かかると思います、うんうん、お弁当代々感でですね、えー、どうぞあのそういう,う大橋君の思い思いがちょっとこうよぎってきましたけども、えー、これから一つ一つ 学んで、学ぶというか体験しながら、まあ、禅僧らしい、えー、風格になってほしいですね。禅僧の風格はこれから読むところですね。自己をしむべし、ただ、冒家はじに禅を学し、道を学し、名を認め、苦を認め、仏を求め、僧を求め、禅知識を求めて委託せんと発す。冒家こう、分け、 あちこちの家ですね。うん、傍ら、脇道、母寺これはね,ね、波がシャーッとあちこち行くような波紋を広げるような感じでしょうか。まあ、漢文の、えー、ね、わかりませんが、イメージは、あちこちに善を、まあ、お前さんたち、善をね学ぼうと、修行しようと思って、 検証成仏という大スローガンの下で、まあ、わしのとこへ来とるけども、まあ、そういう、あのー、学人、修行者の前で、<laughs> こういうのもね、あのー、みんな求めてくるんです。うん、求めようと。求めないと、門を叩かないと開いてくれない。こう、本を開かないと読めない。えー、だからそれは悪くないと思うんですね。 だけどうろうろうをさおす。あウロウロウウあでもないこうでもないでですね。で結局禅とは何ぞやとかですね仏道とは何ぞやとかこの,あの詩は素晴らしい詩だとかこの祖師の、ね、言葉はあこれは悟っている言葉だとか生きている言葉だとかですねまあみんな、あのー、そういう類の話をすることもあります。 仏を求,めを求め、そうですね、私たちは、うん、いろんなあの、このお寺前で行ったり、臨済力を読んでみようかとかですね、上習力を読んでみようかとか、いや、これは混合教を読まならダメだとかですね、まあ、あ YouTube もいろんな先生の、うん、見たり聞いたりしております。求めて委託せんと欲す。委託、委託。 くというのはふうに訳してんですかねで、えー、委託というのは、うん、憶測を加えようとするというふうに入谷先生やってますね。うん、まあ、いいでしょう。なんかこうじゃないかとかですね。それで私はいいと思います。え、お前さん、これ否定してますが、ヒントですね、それを求めようとする。 求めて、えー、そして、えー、共鳴できるあこれはいいなと皆さん今、まあ、こういう時代ですから YouTube いろんな先生方あのお話がもう直に聞けますね、えー、だからそれでですねうのみにする,するんじゃなくて自分が生きてきているこの生きているこいつをですね、えー、まず基本に考えて あの先生はこう言ってるけども、ビーッと共鳴してですね、こう波長が同じように震えるんだったら、これは維心伝心、狂気別伝でしょうね。それはいいと思います。だから自分で判断する。ところが、うのみにして、あこの教えはこうなんだ。この教えはこうなんだ。とですね、でもうこう、無条件に信じていく。ねあの この前私、そうできましたら、あの、震災橋のような通りがこう、ミョンドンというところがあるんですね。ミョンドンというところで大きな看板を持ってですね、そしてですね、マイクを持ってですね、おっちゃんがですね、神を信じなさいってですね、<laughs> 神を信じなさいって言ってですね、これ私はちょっと笑ったんですが、あの、ね、あの、信じる縁があれば信じたらいいです。ね。 えー、縁がなかったら、だから縁を作ってるんでしょうね、その人。一生懸命。不況です、それもね。えー、まあそういう、いろんな不況の仕方がありますが、皆さんが主人公です。皆さんが選ぶなあ。これがいいなと思ったら、これに対してバイブレーションを共有させていく。だけど、それのロボットになったわけませんねあの。テープレコーダーになったらダメや、ということです。えー、憶測をする。 謝ることなかれ、どうる。間違ってはならんど、皆さん。何時ただ一個の父母あり、ね。このまま訳しますと、お前さんたち一人一人は、あ皆さんは、父親母親がいるじゃないか、ねえー。その父親母親の縁で、おぎゃらと生まれてきたんじゃないかとあ。この生まれてきたこいつはですね、 えー、私だと皆さんそういう自覚はありますね。この私というやつ俺がというねまあ悪く言えばエゴでしょうけどエゴも大事なものですね。でまあ、だけどそのエゴの塊の中のこの欲だらけの、うん、煩悩妄想だらけの私の、うん、精神世界は、まあ、生きるためにもあ食わなあかん。 偉くならなかん力強くならなかん,、ね、なんやいろんな欲があります女性も男性も同じようにこれはもう平等に認めていいでしょうね、えー、父親母親からの縁で私が生まれてきたで私というのはお釈迦さんもその父親母親から生まれてきたイエスさんも父親母親から生まれてきたあそれから孔子という人老子という人みんな偉い人がですね どうからポコッと生まれてきたわけじゃないですね。父親母親の,おの縁で生まれてきたんです。その縁というものがあるけどもこの命というものをこいつというものを引き下げている私というものをね。で私というものがこれがですねあの、うん この文章を読む限りはですね、さらに何者か求めというんですね。えー、今皆求めてるじゃないですか。ね、美味しいもの、旅行行こうとかですね、あのカバンが欲しい、この服が欲しいとか、この車が欲しいとか。まあ、いろんなものがありますが、ものを求めているけれども、人材はここでさらに何者、何を求めるのかと。お前さん、そこだと、直視妊娠ですね。 お前さんだとお前さんしっかり見ろと自分自身をだこいつ無能の人こいつというふうにあ、まあ、言葉で表現してくれましたがンニャハラミツです藩ハラミツ、もう素晴らしいンニャハラミツがあるンニャというのは知恵ですねハラミツというのはその幸せになれる知恵、ねえー、幸せになれる能力そういうものを持っている それに持っているにもかかわらず、宝物を持っているにもかかわらず、どこが幸せなんだろう、で、ね、どこが、えー、教え、儲かる話とか、私を幸せにしてくれるところはどこなんだろうと。青い鳥,鳥をこう探し求めるみたいなものでですね。さらに何もか求め。何時自ら変唱しみようと。ね。だから自分を見つめようと言うんですね。見つめたところで何もない。 ね、心には心というともう私は欲の塊煩悩の塊エゴの塊ねその奥底奥底奥底見ていったらまあまあ、ね、言葉ですると、えー、まあそこにだるまも生まれたし釈迦も弥勒も弥勒菩薩はまだ生まれてないかお釈迦さんもイエスさんもみんな生まれてきたんだけども、うん、その本源大本 ね、大元はお父さんお母さんから生まれてきた。そのお父さんお母さんの、まあ、全集では生まれる、お父さんお母さん生まれる前のお前さんを探してこいという、不母未生以前、本来の面目というのを言います。それ言うてしまうとまだ迷う。いや、お父さんお母さん生まれる前の私なんてそんなにいませんよと。もう頭で考えたらそうですね。だけど、こいつというものを一生懸命、一生懸命、じゅーっとこう考える。 日本人でもないしですね韓国人でもアメリカ人でもない女でもない男でもないああこいつこいつこいつというんです、ね、これ皆人材も迷ったんですね一生懸命やったこれがまあそこにこう検証というところは何を自分の性質を見るか言ったら素晴らしい私素晴らしい私がうん 備わっていたというところです。検証。わ素晴らしい私は何がったら、仏やというんですね。人材は、ね、釈迦と別ならず。もうそこがですね、ちょっと私も表現できないですが、まあいろんな方を見たら、これは絶対の主体性やとか、こういうふうに書いてある。絶対の主体性。そんなん言うたってね、皆さん、イメージわきますか主体性。絶対の主体性。主人公ですよ。主人公。 というところうん、が皆持っているご主人さんがいらっしゃいますね。私の素晴らしい私が中におるんですね。それを見つけたらもう釈迦と別ならずなんですが、だからお前さんには、ね、素晴らしいお父さんお母さんがいるじゃないか。父母がいるじゃないか。父母がお前さんを産んでくれたじゃないかと。その大元の父母も。 英語ただいたこの命の大元のあ絶対の主体性といいますかねまあ藩ハラミったといですかねまあ釈迦もダルマもそこへ出てきたまあ仏性といいますかねまあ諸の本源とかいろんな本は切り口を書いて言葉を書いて、まあ、英語とかいろいろあるでしょうね、えー、だけどそこには言葉は句を求め名を求めてるでしょ 名を求め、認め、苦を認める。あ主体性、そうだったんですか。これは、名前というのは不流文字です。文字というのは、ね、だから皆さんが飲み込まなかった。主体性というやつ、主人公というやつね。私には、もともとあった空気が、あ空気よとね、感じる。もともとあるんですよ。もともとある宝物を、えー、別に大した宝物と思っていない。法華経にありますね。 ちょっと友達が苦労している。だから友達が、金持ちの友達が、この袖の中に、ちょっとこう入れてですね、ここにダイヤモンドとか金の延べ棒みたいなものを入れてくれたんでしょうね。だけど、これは宝物あると知らない。だからどうぞ、恵んでください、恵んでください、10円、100円持てる。で、ここには1000万円ぐらいのもの持てるのにね、知らない。ほんで、まだまだ貧乏。それでまだ10年ぐらいして、友達に会った。まだ貧乏しとる。 お前さん、なんで今でもプロ一人に言って。いやもうずーっとあかんねん貧乏やねん。お前さんちゃんとお前寝てる時にちゃんとお前のポケットの奥底にちゃんと1,000万円ぐらいの金の延ペも入れといた,たら開けてみたらおおという感じそういうイメージの,あの比喩盆にありましたですね。えー、遠くもとも儚なさよね、例えばねそういうそういう。えーそういうえー 裕福な家で生まれながら私はあ苦労してますというような表現もよくありますが、本来皆さんは、私は、ね、まあ、善将たちは、釈迦と別ならず、神と一体である、三味一体である、そこまで、なりきらなくなる。だからなりきらなかったら、自分で言い聞かせる。ね、私は素晴らしいんだと。 素晴らしい、素晴らしい私が、もう一人私がいるんだと。こいつはもうお金で帰ることのできない素晴らしい私。自ら返集し、見よ。個人曰く、縁にあだった、工尾を失脚。これも繁に教科どこかありますね。あの、縁にあだったという、えらい男前のお兄ちゃんがですね、いつもこう、神をけよですね、今はドライヤーがありますが、あの、こう、やります。 ところがある時パッと見た鏡が曇ってたのかえら下の方が見えてですね上の方が見えないあれ首がなくなったとで首がどこ行ったとて探し回ってですねみんなに笑われてもともと持っていた持っているものが持っていないと錯覚している愚心やむところすなわち無事無事ですね無事 <laughs> 無事というのは交通事故がなくて <laughs> 怪我がないということじゃないですね えー、臨の境地は無事これです天下に求めるものは何もないといとうところですもうやることやり尽くした無事これきりんです掃除やり尽くした洗濯やった料理作った、ね、あるいはもう税金納めたとかいろいろあれでしょ仕事やった無事これきりンあもうやることないつい、えー、かついとまたやること出てきますけどねだけどいつも、えー、テキパキとですね 無事これキリンという、えー、無事、えー、というところを心病むところ、すなわち無事。だから瞑想は大事です。瞑想という表現が悪いですが、座禅は大事です。えー、座禅をしてですね、なんで言ったらですね、あの、無孤毒の苦毒です。どうしてこうなし。一生懸命ある、座禅します。私し座禅、あの、するなと言いません。 ししななささいいいいとと言言まます。す。念仏しなさいと言います何でもしなさいやってみるとだけど一生懸命やってみてあ,あどうしてこうなし苦毒は、成果が現れないその成果どうしてこうなし苦労して苦労して、はああとですね、えー、静まり返ったと。 求めるものを求めて、求めるものを求めて、やっともうこうして、えー。だから諦めるのも、も私なりの解釈では悪くない。まあ、人は批判するかわかりませんが、うん、明らかに極める。やろうと思ってやってもですね、ダメな場合は無理しなくてもいい。だけど、ストップあとモーメントは大事です。ずっとですね、自分から主体的に、えー、座禅をしようという。 これが主人公を作る大元だと思います。合唱しようという、あるいは念仏しようという、そういう諸発信。この発信ですね。やろうと。ね、俺はこれから臨座役読んでみようかと。これが発信ですね。これがなかったら何もならない。で、で途中にあの挫折するときもあります。だ挫折してもあの人生に失敗はありません。私は諸発信です。 昇進して合唱してみる座禅をしてみる念仏をしてみる何でもやってみてあ私には合わないいいものが見つかったら一番いいですよねいいものを見つけてください、えー、私は座禅をしてええー、なと思るので皆さんに広めています皆さんもそれをあ、あの王将そう言ってるけどだけど私が、ね、突然言うたんじゃなくてだるま大師もお釈迦さんも 座禅をしましたし、人材さんも白衣さんも、そし方、みんなあの、定大伝報を呼んでる、みんな、ぐーっとですね、えー、ちょっと立ち止まって座禅し,してきましたから。いや、あまあ、それも信仰だと思います。座禅で救われてなくても、いや、座禅をしたら、ひょっとしたら、そこで救われるんじゃないかと。で大体それで救われてます。 だから救われてるから、正真正銘の2500年の実績を持ってますから、えー、心配しなくて、まず頼っても悪くない。だまされることはない。詐欺に関わることはない。あの和尚さんにだまされたと思うのでですね、うしてこうなしやけども、いや、一生懸命やってみたけども、無く毒やったなと。ね、無く毒く。どくを求めた。この苦毒というのは、あ、やれやれ。 そう,ですね、そういうところを味わっているし、えー、平常心これどうと言いますかねうんもうというところでしょうか多分ね先ほどの大橋君あのホッサンね、えー、日出三千始まったと思います日出三千円福寺行った弟子たちに聞きました円福寺はどういう最初入ったらですね私はムー老ン師はあれですね 上州五省、ちなみに相当串に変えて仏証あ割やまたなしや周囲はくもうです。もう見てこいという意味です。もうもうも向いてですね、半年以上ムうムうムう言いましたあ。これでいいんですね。ムうムうもういて、そこに何も、あの、空気を掴むような感じ、水を掴むような感じですね。それやってみる。だからアホになってみる。馬鹿になってみる。空っぽになってみる。 え、しに来てみる。まあ、それまあ、いろんな表現があります。あ,まあそういうこともまあ、一生のうちやった方がいいと思います。今までの受験勉強はなんか点数稼ぎやったですね。あの、やっぱり塾とかあのいろんなあの入試問題とかですねえ。それは点数を上げるための勉強でした。これからの勉強は？転送債が空っぽにする。であの勉強ですね。空っぽにする。 軽っぽにすればですね、もういっぱい、えー、多分ぶん、あの、発散、原法和尚まあ原法和尚じゃなきゃいけない、原法禅寺か、えー、たぶん、発散、発散と言われていると思いますが、うん、多分老子、もう、存じ上げてませんが、多分室内は、こうでしょうね。あの、遠福寺の、うん、そういう話を聞けば、石州温情です。 両手を叩いて音が鳴るけど、片手の音を聞いて来いと言うんです。で、みんなわからん。これで音が鳴った。片手の音を聞いて来いと言うてるらしい。私はこれやってません。片手の音を聞いて来い。だ片手の音を聞いてきたら、言わなかん、表現しなかん。<laughs> 表現するのが善です。 善は心のモヤモヤとした、あるいは何もわからん、形も色も匂いもないやつをあの一生懸命言葉するから、禅宗には言葉が多すぎる。いろんな人が、粗志方が、ああ、でもないね、節字一物即不中これもですね、うん、あの、何線というんですかね。あの、なんとか解こうとするけども、すぐにそれは天地の隔たりになってしまう。いつも私は例えてビールの味、ね。 はっとですね、言っても、これは、なんて言おうと思った途端に、もう天地の隔たりになってしまう。苦いとかですね、ホップの味が効いてるとか、いや、冷えてるとか、なんとなく分かるような気がするけども、飲んだ人間は分かるけど、飲んだことのない人間は、この人何言うてんねやろと。禅はこんにゃくモんドみたいに、この人何言うてんねんと。ね、謎かけかと。そういう感じですね。分かった人間は、うんと分かる。 石守本上。石守です。諸発信です。やろうという感じね。やろうという。東京へ行こうとか、勉強しようとか、座禅をしようとか。まあそういうことだと思います。自ら編集しみよう。大徳、しばらく平常ならんことを要す。ね、平常、平常ならんことを要す。平常心、これどうですね。模様を成すことの中で、カッコつけるなと。普通のおっさんでおれと。 普通のオバハンでおれと。これがいい。ね。なんかカッコつけてですね。やることない。えー、一般のこうを知らざる、とぬ。一般の好き、良い、悪いをわ,らわからん、得ぬあって、得ぬ。これ、ハゲということですね。え、の編に、この、承認で。あの、親鸞承認は、この、得を使って、愚かな得 アホな徳愚徳親鸞上人みたいなね今もう日本で一番信者さんの多い檀家の多い、えー、浄土真宗の法然上人の弟子ですが生弥陀すですね親鸞上人があ愚徳といったこのハゲ坊主愚かなバカ坊主うバカハゲそういう感じでしょうか 一般の功を知らざる。徳のあって、すなわち神を見、鬼を見、東を指し、西を指し、隠し、晴れを好み、網を好む。各のごとくのごときの類、すべからか芝が、ことごとくすべからく採をいたして、採、ね、をあの、水原一平みたいなね、えー、借金。 えー、背負ってですね何十億か何百億か知りませんけどもまあ彼はこれから裁判が出るんでしょうけどもそういう借金というかそういういらんことを積み上げて、えー、ということは何を積み上げてがいたらお前さんたちを、まあ、まあ今はこ日本では財政仏教ですからあの頭それとは言いません。えー、だけどあのー 一つの伝統的な儀式としては、あの私も今こう、坊主頭してますがあの、これやってみたら、3日古事記あったらもうやめられへんというのはうありますけど、剃ってみたら気持ちがいいんですね。だから、いつも剃るのが好きです。頭がすっきりします。まあ私は進めませんけども、あのスキンヘッドもう悪くないと思います。 いろんな人がやってるでしょあれ坊主やというハゲ坊主そういう意味じゃないですね、えー、だからまあ好きであればあの剃ってもいい別にあの出家したから剃りましたと、まあ、人材師の伝統的な教団の中に入る時には剃らぬことには、うん、これはあの右発のままでは修行できませんだからあの人材のもとにいた修行者たちは皆あの頭を剃ってたでしょうね剃る。 カミソリも悪かったのであの、写真ができた頃の、あの今から100年ほど前の,あの、ボンさんの写真見たら、皆あの、毛切ってました。ね。ハサミみたいなので。短く。バリカンもない。電気がないからね。で、髪ミソたらですね、よっぽどこう上手に。私も一生懸命やりましたけど、いつも傷だらけでした。あの、トエもなかなか難しい。あの、 問いでですすねもうそれも難しいですだから,だからこの臨済録のこの、えー、大徳あるいは道具と言われている皆さん方は皆今毛がありますが皆ハゲ坊主の状態を言うてるわけですね徳ぬねそういうハゲたお前さんたちがすなわち神を見る鬼を見るいやあですねなんか知ったようなあの絵を見てきたような神を見てきたようなですね ね、そういう、類のことを言う、ちょっとわからん、宗教者みたいな人がいますね。こう、さんを確保している。ね。あるいは、カヌシさんみたいな確保している。そして、なんか、こう、見てきたようなことを言っている。私は、あれ、見えますとか。まあ、見える人もいるかわかりませんが、私は見えない。ただ、青い空、白い雲。ね。まあ、それだけですね。えー、そこをですね。 ね、先祖がどうだとか、祟りだとかですね、祀られてないとかですね,ね。まあそういうことですね。まあそういうふうに私は見ます。えー、神は鬼。まあ全的な立場では、あのこれ韓国では鬼神と言います。日本語では鬼神やね。鬼神。鬼神というですね。鬼神かつんのって感じで、お前ら鬼、あのお化けみたいな。 やつお化けを見る。そういう感じでしょうか。我々はあまり神を見るとか鬼を見るとかいうことは言いませんが、あの、韓国を見たら、鬼神と言いますね。鬼神、鬼神を見る。まあ、いろんな表現の立場であると思います。すなわち神を見、鬼を見る。東を指し、西を隠し。まあ、今で言うたら、あれやね、幼稚園消化とか、 ある方には、まあ、養老院がいいかなと。まあ、場所がある寺をね。うん、あるいはあ、まあ、これから、まあ、この保護にも、その小さなお寺ですが、あの、だん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 信仰が浅くなっていく。布教をしない。布教をしないと信者が来ない。えー、盆栽に頼んで、法事を消化という気も起こらない。私は言うてるんです。まあ、信仰がなければ盆栽を読んで、あの、お教育もしてもないで。だけど、親の恩は忘れるなと。 親の、親は命日を残してくれたから、せめて家族、兄弟、親族集まって、健敗でもせえと、ね、どうか過去のやとか、ファミリーデスタン行ってね、ね、おじいちゃん、ありがとう、いですね、感謝の、坂月でもかん乾杯じゃないけど、健敗をしなさいと。まあ、そこまで言ってます。どん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 、もうお葬式も、あの、そういう儀式にのっとってやろうともしない人が出てきましたし、もう法事もしません。 だけど、ボンさんたちがですね、いや、これアパート、マンション経営消化とかですね、幼稚園経営消化とかですね、そういう類です。まあ、私も同類校ですね。まあ、別にここはそんな場所がないから、マンション作ろうとかですね、えー、そういうことも考えてませんが、なんとかあの生活とあの、そういう維持するために、 いいそういうことを考えます。というのは、大せがなくなってくる昔は、まあ、大臣とか、この人材寺も、ごつい、総理大臣みたいな、それ、あの知事さんですねえ。知事さんみたいな人があいる。だからあ上道、あの、浄土で、知事さんの前で説教してますねで。そういう人らが国家予算みたいなものでえ建てられている。だから寺なんです。今は寺は国家予算で建てられません。だから、まあ、そういう大変、 運営が大変ですね。いや、もう時間が来ましたしね。東を指し、西を隠すな、ああでもない、こうでもないとですね、時代に応じてですね、幼稚園経営とか、駐車場を作るとか、文化センターやるとかですねで。それでですね、湿り、晴れが。で昔はですねあの、あの、雨が続いたら、晴れもが出ますようにと、雨が続いたら、ああの雨がやみました、あのああ晴れがばっかり続いたら、 あ、雨の飢餓をする。まあよくありますね。あの、それで有名なお坊さんになった人はたくさんいます。うだから雨を降らしましょうと、私の,あのこのお経でとそれで偉いですね。みんなわーっと喜ぶ。この人は本当にあの天を動かせる人やという感じですね。こういう類のものはね。皆、殺金を背負って罪を背負って、そして。 閻魔大王のところに人材も閻魔大王は同居の閻魔大王は言うてたんですね。だが誰でも日本人でも皆閻魔大王あの絵って閻魔さんに舌を抜かれるぞとかですねここではですね舌を抜かれるんじゃなくてまあ熱い真っ赤っかの鉄の玉を飲まされるんですね怖いですね。うん、公認家これはお人よしの男女これは子供の意味だそうですが。 まあ、お人よしの皆さんよとこの一般の夜行夜行でしたらまあ乃木常の精身化け物あー諸弱を被る騙されるうー化け物何か分からんようなですねその手品をすっ使うような祈祷するようなで、まあ、そういう類は昔もいたし今もいますね今でもあの台湾行ったらもう占いよ流行ってます。 で,で、なんか数字当ててですね、でまあ、好きです。別にそれは信じる信じないは別にね、当たる,当たるも発揮、当たらぬも発揮で、まあ、まあ、楽しみの時間つぶしでえー、えー、と思いますが、あまりそれで、えー、あのなるようになるんですから、あの心配しなくて良いと思います。だ、え、ま、ー、されるなと、だまされる人がいますね、詐欺師みたいにですね。えー、だから、みんな、人材力ずっと読んできましたが、 お前さんたち、騙されたかんよとしっかり自分を見つめていきよと何に騙されるか言ったら学歴に騙されるあるいはあ別品ぴ屋さんスタイルえまあ男性やったらそういう女性に騙されるうーあるいは何か、まあ、いろんなものに騙されてますね、えー、色目ができてしまうあの人は有名人あの人は社長さんあの人は何かこう市会議員やとかですねあの人は、 校長先生やとか、ね。ある種は大きなお寺の住職やとか。みんな騙されと。そんなところで騙されないよと。そして、すなわち、熱返す。うろつくなよと。かつるせ勝かつは、これ、あの、目に害がある。だから、片目男みたいな。目に、ちょっとあ、白内障、緑内障みたいに害がある。うそれは、 今の言葉で言うと目が不自由固めですね。えー、ロロルこれルーというのはあの調べてみました何のことやると何回もしばしばという幾度も幾度も繰り返し繰り返しという生まれ変わり死に変わりだから目もはっきり目縁そして生まれ変わり死に変わり煩悩妄想だらけで、えー、あ,あとですね 上めきながら一生送るそういう勝るせいこのバカ者めと反戦を求められることを非やらんとあの世へ行ってそして閻魔大王にお前さんたち、まあ、反戦を求められるというのは飯代を求められるよとあの今、まあ、大橋さんのことばかりで申し訳ないですが今現役で言ってますから、まあ、例えて言いましょう彼は今ただ飯食ってますただですよで一食住 一食時はこっち私の古着も,もうある程度着物を交わしましたし、えー、おまけにあの小遣いをくれます親近をだからそれでですねまともに修行せんと煩悩妄想でですね和尚、えー、になった途端にですねあそういう布教もせんと、えー、座禅もせんとアパート経営しようかなとかねこう駐車場しようかなとかそういう類グやったら お前、ただ飯食ったやろと。ただ飯食った、その飯代返せと。エン魔大夫にこっぴどく叱られて、飯代請求されるぞと。これは坊さんに言うている言葉です。まあ皆さんは一生懸命働いてますからね。飯代請求されることはありませんが、あの、坊主はですね、ただ飯、ただの酒、えー、よく食べて飲んでます。あだからあの世へ行ってですね、しっかり布教してなかったら、あの世の裁判官から、 お前、ただ飯食うたから、飯代のために、ね、えー、今のうん、水原一平じゃないけども、あ借金せよた、えー、金を返せと、そう言われるでしょうと、ねまあ、ちょっとこう怒り出ました。え来週は入場でやります。